洋介のパチンコパチスロモノマネ、しかもまだ世に出てない機種編、豊丸の P 高須クリニックの当たった時の高須院長保留。はい、おはようございます、洋介でございます。今日ですね、本当に年の瀬最後の歓喜が来て、もう行くわ、行く、バイバイ。高須クリニック違うんだよ今日はよ。ちなみにオープニングのモノマネでやったあの高須院長がめちゃめちゃはしゃいでて急にすり戻るっていう保留は、はいオッケーでーすって言った後にはーって戻ったところまで使ったらしい。高須院長 NG ないらしいんで。ということで今日は 5.5 大きいお別れ会ブラッドプラス、僕割と好きな台ということでですね、前日413ハマりからなのでリセットされてるかどうかだよね。一応太陽というかサミーの台なんでガックンは聞きますと。めっちゃガックンでしたな。ということでなんとリセットです。やる気出てきた。でまあこの台といえばやっぱりね、デトアライブですよ。ね、引くのはすごく大変だけれども、デトアライブ1回もし発生すればね、その時点で ART はどこで、レバーオン2分の1で50ゲームオア1000ゲームということなんで、なくなる前にね引いときたいよね。さあ滑った。これステチェンの煽りで、なーでそんな日に僕がブラッドプラスを、あこれここ止まるとねチェリーなんですけど、このねチェリーが、あチェリーじゃない失礼、これチャンス目ですね。ボーナス重複とかに期待。重複してるとすぐになんかこうやってあのボーナスすぐから割と止まるんで。あ来たね。いろいろ起こってますけど、これはあの直に揃う可能性があるよというやつですね。はい。で一瞬偉そうですけれども、これでやったチャンスゾーンの抽選みたいなところ。もしくは、このまんまボーナスを重複することもある。投資はまだ1000円、2000円なんで。こいつじゃアンシェル、ヒゲ。一応ボーナス狙いに行ったけど今中段1ラインなんで、中段にボーナス止まらなかった時点で結構終わるんですよ。あとボーナス成立してるとリプレイとかも圧倒的に増えるんで、もうこれ多分ボーナスもないですね。はい、あそのまんまブラッドチャンス。さあ大型抑止を何体倒さないといけないんで、僕は1体でいい大チャンスですね。5択だったと思うんだよね、ベル。とにかくベルを規定回数もしくはレア役で ART 当選です。ただ1体なんでめちゃめちゃチャンス。うわこれはでも決まってるんですよ。男は黙って順押しです。おらありがとうございます。ということで投資3000円69ゲーム初 ART。 早いね、いいね、よーし。さあ ART ブラッドチャンスプラス50ゲーム初回もらえてですね、 1.5 倍。先ほども言いました通り、まあ本来 A プラス ART ってボーナスとさART を絡めて増やしていくタイプなんですけど、この台ボーナスが非常に重たいのでなかなか絡めたくても絡まないんですよ。その分ボーナスについてる恩恵がね、あの特化ゾーンが他の台に比べたらはるかにつきやすくなってたりとかするので、まあ引くに越したことない。うん大丈夫。おいいね、これレア役赤の方がいい。あこれがチェリーだね。こうお珍しいチェリーで乗ったよ。みんな多分1回はこの聞いたことある、このポロロポロロピーって音がさ、上乗せ特化ゾーンにいるとこいつボリュームでかいせいでさ、ポールの端っこまで聞こえてくるんだよね、この音だけで。この煽りが成功すればブラッドアイが回りますと。絶対30%もないんで。で今煽り失敗したな、残念。
出た、カプスカーブミッション、3択でチャンス目が取れれば上乗せですと。リプリプスイカになるはずなんだよね。だから右側の人は一発で分かっちゃうの。おお、これこれナイスで、チャンス目で20ゲーム乗りましたなんだけど、このコープスコーズミッションやらしいのがオーバーハンドレッドコープスコーズミッションっていうのがあって、それ正解したらね3桁だよ。もっとアホなことにサウザントミッションもあるらしいんだよ。1000ゲームをかけた3択ですよ。手震えるよね。とてもじゃないけど止めらんないよね。はい、 ART 終了なんですが、ブラッドプラスのいいところはこの後必ず CZ がついてきます。なので自力で戻すチャンスがある。大型抑止を2体出る、2回レア役だったら一発で抜くこともある。ファイト。あとね、共通ベルがうまいんだよね。普段と違うキャラがカットインするとレア役のチャンスだったりね。右、アウアウト。ということで残念ながら出直し。で、まあ、ステージですね。フランス夕方ステージです。意味はないです。パチンコパチスロの基本ですね、なぜか。よくわからないルールがあるんですよ、パチンコパチスロって。まず青よりも黄色、黄色よりも緑、緑よりも赤、赤より金が偉いっていう謎のルール。そして昼よりも夕方、夕方よりも夜の方が偉い、ね。で、三日月よりも満月が偉い。で、なんだったら満月よりは月食とかの方が偉いっていう謎のルールがパチンコ業界に慣習としてあるからね。暑い順番に並べなさいって書いたら、普通の人はまあそれはね、昼夕方夜の順番に気温は暑いでしょって思うんだけど、もうパチンカススロッカスに暑い順に並べなさいって言ったら絶対にもう夜夕朝になるから。今煽ったね。共通ベルとかで引っかかった可能性もあるで、ね、やっと上がったよ。まあ何も確定してないけどね、やっとチャンスゾーンの抽選が受けれたっていうだけで。あれ、あ、ここで行ったら、CZ 以上がかくります。これ珍しいパターンですね。あっちゃんかっこいいってことで CZ。 さあ何名様、大型抑止を3名様、むずいよ3名様は。挟む、 OK。 あと2名様、参戦突破っすよ。お、あーでもこの子の、あ、いいじゃんチェリー、2人やって、あー決めた。俺次順押しする。あー、うん、あー俺順押しって言ったよね。男は黙って、初心貫徹、うっしゴリ押し。今日はタック冴えてますね。まああとはメダルが増えてほしいですけどね。さっきあ、よう引くな、マジ。え、滑ってった、チャンス目か。あ、いいね。日暮らしのやつ、涙いいからボーナスかも。ヒュー、
ぽを出していただきましてありがとうございます。チャンスメチョークですね。 ART 中に引けたのはうまいと思う。この台はね、いつ何時もやることは一緒です。フラットアイ揃えればいいんです。いや気にしなくていいと思うよ、こんぐらいだったら。あ、チャンス目だって。これは回る、いいですよ。で回ることによってここのゲージ上がっていきますと。で最終的に色によって特化ゾーンを修正します。なんですけど正直この台は黄色とかでもだいぶ強いんで、ということで残念ながら青のまんまですね。楽しみましょう姉様ということで。チャンスアップとかあるとね。さあさや頑張れ、強攻撃。あ、一応強いパターン、ここはパッカーならいいね。はい、ノーパッカーでしょ。お、赤いね、いいね。近くで狙っちゃうよ。オッケー、この音は気持ちいい。ただまだ何も確定してないんでね。 10% ぐらいだったと思うんだよな、これのボーナス。ナビ出しを希望する。ナビないな。中段に7を希望する。あー滑った、残念。まあでもこれで抽選はね、条件数の抽選を受けれてる。ちなみにブラッドアイチャンスゾーン中に引いたらその時点で確です。ヌン、ああアイクヌワラ強い。ということでよく終わってみたらお前ボーナスから10倍ぐらいしか増えてないやん。さあ新設一体きた。いや、お前ベル持ってこい。うぅー、あはは、違うんだよな。ナイスナイス、キョスベル。ええやないか。でループしたときはね、さ30ゲームが基本。さあ延命延命、大事大事。いいね、霊薬は冴えてますね。チェリーヌ、チャンス、ここで回る、回んない。あ、これ行くね。煽りこんな長いことないもん。はい、平行とか斜めは性能差ないはずです。誰ヒゲヒゲは強いんだよ。ラストクエスチョン、最後の問題は得点が倍になります。お約束で100万点です。どう、おー回った、これ勝ち確、素晴らしい。珍しいパターンで上決戦突入です。さあ上決戦、まあ分かりやすく言おう、ワルプルギスの夜で、初回は必ずサイフェイから始まります。頑張れよ、 Go to サイフェイ。ブラッドアイがガンって落ちてきて、Go to サイフェイ。でここはここでも継続率を持っていて、マイゲーム上乗せしますとね。2回目いいね、来るっていうのチャンスアップです。こういう感じですね、サヤフェーズはね、ディーバをフルボッコにできるチャンスで、これで一旦サワーフェーズが終わってネクストフェーズ、ここで転落の抽選が行われます。上乗せ、落ちた、あ落ちない、
これで終わる危険性があるってことね。でこのディープフェンス乗り越えればもうワンセットもらえますと。食らったな、弱いな、さや弱いな、2回連続食らったな、終わるなこれ。ジャッジメントフェイスの色も弱いな。奇跡、まあですよね。ということで残念ながらしょぼりました。あそこの中でボーズ引けると強い。設定4や。あ、小型小型抑止はね、リプレイとかでもダメージ与えれるんですよ。怖い、いいよ、ほらほらほら、これでもう1体いっちゃうんだから、外れでもいいのよ。だからこうなったら押し順ナビ出さない方が賢いんですよ。出さない方が賢いって言ったばっかりやん。今日割と順押し決まってるから中押ししようかな。いや中押ししよう。おー、セーフセーフ。あー、やってもだー、くー、もったいねー。残念、小型抑止っていうプレッシャーに負けたな。ザヤ自身もお前たちが変わる。いやーこれさ、本当体感でしかないけど、こんなにレア役引けるブラッド打ったことないかも。はい、レア役引いたの。これ一応チャンスのエースだね。ああ残念、全長へオペもちょっと本当に入れよう。そんな打ち込んだ騎士じゃないからあれだけど、でもこんだけ子役強いと、子役多分見てくれると思うんで、まあもう1000ゲーム弱回してるけどもね。でこうやって入れるとね、途端に引けなくなったりするんだよな、不思議だよね。どれどれ、抑止見つけて早く。だいたいフードかぶったおっさんが見つかるんですよ。これこれこれ、うわおっさんだな、何してんだよお前、ほんとこんなところで。おチャンス、あ、いた大型抑止を2体いきましょう。来たよ、中だと思った。あー、ミスった、くっ、あっ、あっ。さあ2万円です。あー、ぶらたい。はい、別に何も引いてないでしょ。おい、こういうのね、あなた当たってる間のことでボーナス押し順なんかいらんのじゃい。ポセイドンみたいなね、リタルとなりましたけど、てーってってーってってってれってれって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 れってれって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 3万。設定は上なんじゃないかと思ってるけど、それに反してグラフが下に下がり始めたぞ。どうなっちまうんだー。てってって設定1です。でってって設定1です。でってって設定6です。でってって設定1です。合体にょ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 、設定6のふりをした設定1です。ダメーって水中を見てみたよ、悪化の一途です。チェリーに至ってはね、109分の1まで落ちちゃったよ。すごいな、こんな変わるか。まあちょっとね、身体が難しいとこですね。プライベートだって今やめるかもしれないね、うん、まあこの台に関しては天井がないって言うのも辛いけどね。
チャンスメド。あれ4人目まで行ったよ。なんでサヤ出てこねえんだよお前よ。サヤ出ればボーナスさせるよっつって。分かんない、全然ボーナスの可能性あるよ。今ジャビジャビしてなかった。おい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 、うわー怖え。まあまあここはね、ここはなんだけど、この土壇場で、いやダメよ。わあもう絶対行くやんこれ。ここはジャビジャビしないのか。普通にジャスト出てくるだけか。じゃあそれで出てきたやつか。チャンスゾーンだな。じゃあチャンスゾーン成功。え、オーバー100チャレンジいきなり来た。3体突入で100もらえるってこと。倒したいね。じゃあはあノリセーフ。釣り針がでかいよ。なんだよ、あんなベルカンカン出さなくていいじゃんよ。ちょっとまあ持たせても、もうレッカボとかあってもいいじゃんよ。このままだとデッドオアデッドなんだよな。4枚目いきます。しょうがないね、追っかけるものができてしまった。サムス珍しいっすよこの導入は。絶対なんか引いてんじゃんこれ。チャンメっぽいね。あーボナっちゃったかな。あボナったっぽいなこれ。絶対当たってる、絶対ボーナス引いちゃってる。はい、さよなら684ゲーム BB。 あわよくば ART。 あら一応強い。オープン。ベッドでボーナス消えますからね。悲しいよね。5体倒せってよ。何体かまだ分かんないけど、やっぱ5体だってよ。もうはっきり分かりました、この台は出す気がないです。ファーファー、私がやらなきゃ。これお陣痛力戻ってきたかこれ。おはおおおお、おお奇跡が起こっとるぞ最後に。普通のチャンスその時4匹抜けてないのに今4匹抜いて残り1匹の時詰められる。詰めが甘い。
めっちゃ煽られてるね。ああ。さあ、このブラッドアイどれのかもう分かんないね。あれ？あれ？またボーナスですか、もしかして。雪やボーナスだ。まだ戦えというのか俺に。今日やたら強いディーバさん、チャンスアップくれよ。もう最後だからこじ開けよう。もう開けとこう、緩めとこう、ちょっとほぐして、ここが開くだけでいいんです。やった方がいいよ、みんな終わらせましょう。100よ。おお、100ゲームスタート。よし、しかも剣舞、最後に上決戦やりたいじゃないですか。ネット、僕ももう逃げない。外れろ、上がれ、モードアップ、ノーモードアップ。あ、一回よし、一回は回せる。ナイスだルイス。久しぶり、こじ開けてますよ。最後にパワープレイが炸裂しとる。頑張っとるから。サヤフェイ、さあここでね、今度引くとでかいんでね。オッケー、2回目ナイス。ボーダルプラス2点プラスボーナスみたいだ。ああ、オッケーオッケー、いいよいいよ、オッケーオッケー、いい、こういうことですよ。あ、ワンセットで50取れた。頑張って、ゴットン。ああ落ちんな、さあいけるよ、さやいけるよ。パッカーン。逆転もあるからね。ない、まあでも50最高記録。来たよ、僕左だと思いました。またか、右だと思ったんだよね。
テケテテテテテケテケ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 ペペー。ここにスイカあったらここにスイカ分けたわけだ。また左にしました。テケテテテテテケテケテケテテテテテケテケテケテテテテテケテケテケテテテケ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 。おお、二万ゲーム。おい、50でかっ。大それたこと言っとくもんだ。二万ゲームとか言っとくもんだ。上下線分出ちゃったじゃねえか。またお前か。2万6万5500ゲーム。30。いいじゃん。また出たなお前。ちっちゃくて隠れないよ。あれ、でもリプレイここでいるってこと当たってんじゃね。よし、2000万ゲーム。おはじよ、どうせやったらお前激アツとかにしとけよ。ここはよ、嘘でもいいからよ。チェリーかプラス G。 あーチャンス。まだボーナスのチャンスも残ってるから薄いけどね。あれ、あ、本当にボーナスやんこれ。箱使おうっと。じゃあハジ激アツ持ってこいよ。もう俺は青空の涙にしちゃうよ。もう今日はもう青空の涙の日ですから。いやー、もう 5% しかないですけど、開けに行きますよ僕。正直メーターが溜まってないのにこの技を使うとね、死ぬと言われてるんです。さっきからね僕力ずくで開けてるでしょ。あれやっぱメーターがちょっと溜まってる時前提だから、そこでブーストして俺の筋力腕力パチスロ力でなんとかこじ開けてるわけよ。終わらない。今ねこう集中して、ふんもうあっけちょっとエフェクトで血の涙流しておいてもらっていいですか。絶唱した翼さんみたいにしておいてもらっていいですか。なんとか繋がりました。さあ残り35ゲームしかございません。いいよ、でもレオ役の引けはいいよ。チャンス。いつの間にか失踪に落とされとるしやな。オッケー、回ってしまえば一緒。あるよ、カールならなくはない。そう、引き継ぐのよ。おお、しかも抑止化してんじゃん。結局上月もここ開けるゲームなんで。あ、黒波だもん。あいやあいや、さすがに行くべ。イエス。さあ上決戦だ。サヤフェイラッシュで行きたい。
ないか。まあまあ25延命ですね。ちょろちょろ延命してますね。また引きゃいいんだ。お、あのね、皆さんもう薄々感づいてると思うけど、ブラッドプラスのプッシュボタン熱いんですよ。青いな。もう二度とお前から離れなさい。俺を信じろ。キャンメだ。よっしゃ、ほら言ったべ。400。ナビ出るな。お、もっと。あれ、これ本当にボーダーさんじゃない？カールやけど、カールじゃねえや、アンシェルやけど。おい、チャンスアップ。よくしかしたね。ただナビ出てるからボーナスじゃないっぽいね。だって普段見ない人来たの。なんかいつもよりかっこいいもんな。あらやだ。気合のトイレ行ってきていいですか。いやー、しかしね、残り2ゲームですよ、RT で引いた上決戦が2000ゲームによってまさか万枚出るとはね、思わなかったよな。ほんと、もうパチスロは1ゲームでどうなるかわからん。さあ行こう。赤いもん、ほんとに。いよいよ後継続引っ張ってこれた可能性があります。真剣にやろうよ。サイファイ、遅かった、避けられた。早い、銃しか取れないとつらい。もう全然ディーバですよ。そろそろここ抜けてもいいんだけどな。何回2戦目で負けんの。ああ、気合の入り方違ったよ今。レバーの左からいきます。あ、見えねえ。さあラスト、裏の背は残念ながらね。おっと、1000倍であと20倍というところですね。一撃できればここまで来たくなかった。だがしかししょうがない。翼手倒して、おい、下段に止まれ。冗談。はい、お疲れ様でございました。残念ながら派手な絵はね、お届けできませんでした。まあ、打って楽しかったんだけどね。以上で終了したいと思います。おつでした。お疲れ様でした。久しぶりに死闘した感じがする。収支を振り返りますとですね、投資が46枚貸しなので34本やって1564枚で、回収がですね1101枚でしたということなので、計算すると463枚のマイナスなんですが、よく頑張ったと思うよ俺。最後はあの本当にもうどうしようもなくなってビッグ引いたところから ART の扉を強引につなぎ、なんとか中でボーナスとかも引きつつ、上決戦も繰り返しつつ、3択も当てつつって感じだったんですけれども、残念ながらまくりきることならんかったな。というわけでですね、本日もお送りしてきましたいきなり陽介ですけれども、いかがでしたでしょうか。グッド評価、そしてチャンネル登録、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。設定は上だ。
が下に剥がり始めた。